はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はですね、ズブロッカの、トニックウォーター割りということで、本来はですね、ズブロッカと、トニックウォータープラスさらにグレープフルーツジュースを加えることによって、なんたらかんたらとかいうカクテルにはなるんですが、ですね、正直、グレープフルーツジュースがなくてですね、トニックウォーターしかなかったんで、今日暑いんで、とにかく29度になったんですよ。29度になったんで、これを飲みたいと思います。これ忘れてた。ですね。今日暑いです。新潟でもね、29度なったんで、ね、暑い時にやっぱりちょっとさっぱりとしたね、トニックウォーターでね、で割るのがいいかと思います。それでは。分量的には、まあ、ズブロッカ 45ml。トニックウォーター適量です。ね。トニックウォーター美味しいですよね。俺は個人的には、まあ、トニックウォーターっていろいろあるんですけども、まあ、カナダドライが一番入手しやすい。まあ、個人的に味で言うと、そうですね。シュエップスになるんですけど、シュエップスは大体がして高い、量的に少ない、上に高いと。これならカナダドライのやつなら普通に100円で売ってますからね。それで乾杯。ああ、うまい。あのね、ズブロッカの、ちょっと桜餅っぽい味。がですね、トニックウォーターの苦めの、ね。味とですね、なんか苦い、そのあれを、苦さをですね、こう、まろやかに包んでくれるみたいな。結構この、カナダドライのトニックウォーター苦いんですけど、他のトニックウォーターに比べて。あんまり苦さが。ないかなと。でですね、ここで酒を飲まない人のために、飲まない人この動画見てるかどうか知らんけど、ね。まあ、俺が酒初心者の時にですね、このトニックウォーターっていうのは一体何ぞやっていう話なんですよ。主にジンを飲むときに、この、俺、トニックウォーターっていうのを知ったんですけど、ですね、ここに説明文としては、まあ、特に、説明というほどでもないんですけど、ジン、ラム、ウォッカなどを自分流で飲みこなす大人のために、独特の程よい苦味が効いた、こだわりのトニックウォーターです。って書いてあって、でね、下にね、ちっちゃくですね、お酒は20歳になってからっていう書いてあるんですけど、これ酒入ってないんですよ。当たり前なんですけど。
だがしかしですね、俺最初の頃は、このトニックウォーターっていうのは基本的に酒屋のとこに売ってるのが多くてですね、ね、酒のところコーナーに売ってることが多くて、なんていうんですか、酒だと思ってたんですよね、はっきり言うと。ジントに飲みまーす。まあ、トニックウォーターっていうのは、ただのジュースです。簡単に言うと。このまま別に飲んでも、ね、問題ないですね。美味しいです。ちょっと柑橘系のね。トニックウォーターってのは、まあ、もともとは、なんだっけ。なんか、由来があったよね。なんかのね。ちょっとそれを、ちょっと調べてみましょうか。お決まりでググってみましょう。ああ。トニックウォーター。ですね。トニックウォーターとは炭酸水に各種、香草類、香る草と書いて香草って読むのか知らないですけど、香草類や柑橘類の果皮のエキス、および糖分を加えて調整した清涼飲料水である。で、熱帯地方の、英国植民地で保険飲料として飲まれるようになったのが始まり、この当時のレシピにはキニーネが含まれ口当たりが良い、マラリア防止のために飲まれていたようである。現在では、カクテルのジントニックに多くが使われると。まあ、キニーネという、ものが含まれてるらしい。ここには書いてないけど、多分これは、含まれてないんだと思うんですよ。キニーネは、現在の日本では劇薬として指定されており、日本向けの商品には含まれていないと。あ、じゃあ売られてるやつは全部あれですね。劇薬かよ。としか書いてないですね、ウィキには。トニックウォーターっていうと有名なんだとウィルキンソンもあるし、やっぱシュウェップスが一番有名かなね。でも、ちょっとこのシーグラムジンがあんまり美味しくないという。ちょっと待って。あれ？日本酒にトニックウォーターで割るの？サキニックだって。サキニック。
先に行く。元酒とソーダとトニックウォーターとオレンジピール。だって。へぇ。なんかよくわかんないけど。なるほどね。うん。まあ、トニックウォーターっていうのはね、美味しいですよ、これは。飲んだことない人、ぜひ飲んでみてください。うん。普通に甘いです。うん、で、若干、まあ、若干っていうか結構苦いです。苦いっていうかね、まあいわゆる、あれですね。グレープフルーツの苦さがありますね。うん。ね。美味しいです。基本的にお酒にはね、これで割って飲むと、ね、まあ特に、まあ、こういうウォッカとか、ね、そういったものを使うと非常に美味しいですね。うん。あ、これ一応ウォッカトニックっていう名前なんだね。多分ね。多分ね。まあそのままウォッカとトニック使ってるから。ね。ウォッカトニックと。まあでも、ね、ズブロッカー美味しいですよ。美味しい美味しい。トニックウォーター基本的に美味しいんで。ね。俺は好きですけど。やっぱり、ウォッカの中でもズブロッカはやっぱり特徴的ですよね。非常に香りが。というか味が。というか、まあ、味がほら、桜餅。ですよね。これがまたね、非常に。特徴的な。これで3杯目です。まあ。まあね。暑いですんで、今日は。多分今でも26度か5度ぐらいはあるんじゃないかな。うん、ああ、やっぱりね。ズブロッカー本当に。うん。美味しいというよりは、ウォッカっていうより、なんか、ね、ウォッカってなんか、ほら、あんまり特徴的ではないイメージは、まあ、俺、個人としてはあるんですけど、それの価値観が変わるっちゅう。うん。感じはあるね。非常に。全然なんかフルーティーというか、和風になるね。なんか、ほら、カクテルってなんか洋風っぽいイメージがあるじゃん。でも、なんか、和風になるっていうか、餅みたいな。うん。桜餅の。ね、風味が、というか、香りが、味が、とか、あるんで、ものすごい、なんか。うん。ありますけどね。
久々にちょっとニュースを見ましょうか。ゲーム速報陣。これですね、個人的にちょっとショックだったのは、お笑い芸人の桜塚やくん、交通事故で死亡と、なってます。はい。これはちょっと、衝撃。ね。やっぱり人は簡単に死ぬんだなというか、突然死ぬんだなという、なんかそんな感じしません？なんか。ね。まあ、その引いた人はどうなってるのかわかんないんですけど。男性の 62% がメガネをかけた女性が好きと判明。可愛い、セクシー、知的、癒されそう。いや、僕はメガネっ子大好きですけど。会社にですね、すごい可愛い、28歳の子か、女性がいるんですが、その人がですね、なぜか、常に、その人がね、いきなりメガネをかけてきたんですよ。で、あれって、そんで、どうしたんですかみたいな感じで言ったら、いや、普段、コンタクトなんだけど、結膜炎だか、なんか目の、なんかあれで、メガネにし、今日はちょっとメガネなの、みたいな感じで。って。っていうか、コンタクトだったのっていう。結構、俺の会社、コンタクトが多いですね。というか、メガネかコンタクト、というか、目が悪い人が多い。間違いなく。ね。それで、超可愛いんだけど、みたいな。めっちゃ可愛いですって言って、メガネっ子大好きなんですよ、俺、とかって言って、とかって言ってましたけどね。可愛いです。非常に。ね。普段ほとんど喋、ね。悲しいことに、多分嫌われてるのか何なのか知らないんですけど、朝、会社で絶対すれ違うんです。朝。ね。出勤して。で、その人とすれ違っても、挨拶がされないっていう。普通ほら、結構おはようございますって言ってくる人が結構いるんですけど。大半の人言ってくるんですけど。その人はね、言ってこないっていう。残念だね。現実を。ちょっとズキッとくるんですけど。やっぱメガネっ子は可愛いですよ、やっぱり。メガネっ子は可愛いっていうよりも、なんつうかな。なんか、俺結構おとなしい女の子が好きなんで、なんかやっぱおとなしくなるというか、見えるというか、ね、ちょっと他の子と違うみたいな、こう、イメージが来るわけですよ。なんか純粋っぽい。なんかおとなしそうな、優しそうな感じに感じるんで、結構好きです。てか、メガネかけてて、むちゃくちゃ言ってくる女の子は、まあ見たことがない。見たことがない。正直言って、メガネかけてて、めちゃくちゃグワーって言ってくる女は、もう、正直見たことがない。いるのかと。は？曲がった腰を伸ばされたおじいちゃん死亡だって。マジで？
宮城県警は7日、高齢のために曲がっていた男性の腰を伸ばし骨折による出血性ショックで死亡させたとして、業務上過失致死の容疑で、同県気仙沼市の医療機関看護師6人と当時勤務していた看護師1人の計7人を書類送検したって。はぁ、アホだろ、こいつ。いや、アホだろのもなれ、あ、わかんない。どうなんだろうな。医療機関に入院していた岩手県の無職男性、当時86歳に水分補給や、導尿を行う際、抵抗する男性の両手両足を押さえて、腰をまっすぐ伸ばすなどして、なんとか骨折。これなんていうの？脱臼骨折による出血性ショックで死亡させただって。はぁ。抵抗する男性の両手両足を押さえても、っていうのもまずおかしいですよね。これはね。これはちょっとおかしいな。ねえ。そういえば腰曲がってる人っていうのは肉があんまり食ってないらしいっていうのを聞いたけど、それ本当なんですかね。わかんないけど。速報、ガリガリ君にクレアおばさんのシチュー味、登場。これ、まずそうだな。でも食う。だが食う。まあ、ちなみにコーンポタージュ味、うまかったです。コーンポタージュ味、うまかったですね。これなんか前コーンポタージュ味をなんか何本、10本ぐらい買ってなんかコーンポタージュ溶かしてコーンポタージュにしたやついたな、そういえば。ツイッターだったかで上がってたけど。これまずそうだな。なんかコーンポタージュってさ、コーンポタージュはいいんですよ。あれ甘いから。シチューですよ。シチュー甘くねえよな、しょっぱいよな。っていう観点からすると、基本的にアイスって甘いのが多いから、まあ、コーンポタージュはまあ甘いからいいとしても、シチューはちょっとしょっぱいのきついんじゃない？コンビニ店員が異常性のあるドキュン客に恐喝されて反撃。傷害事件になり、店員の未来が地獄になっている。サークル県にて深夜勤務中の出来事です。来店した酔っ払いが暴行を、ほのめかして、店内で騒ぎ出したため、危険回避のため、とっさに取った行動の結果、私は傷害事件の被害者として、四日市南警察で取り調べを受けました。被害者が、被害届を提出し次第、検察の審査が始まります。職も失いました。ここから重要です。酔っ払いは以前、年齢確認ボタンに腹を立てて、レジの液晶画面を素手で殴り割った犯人でした。この時オーナーは、10万円弁償させる代わりに、事件化にしない
で挙げたそうです。しかしその後も繰り返し来店しては私を威嚇していく異常性の持ち主でした。反省してるならその店には近づかないはずです。あらら。で、この後ですね。またここから重要です。ちょっと長くなりますね、これね。今回の事件発生時、私は業務開始前のレジ点検をしていました。酔っ払いが買い回りを終え、おい、してくれやと言いました。今から退勤する相方が会計。私が点検を中断して会計すると、退勤する方が帰れなくなるからです。それが気に入らなかったのか、点検に集中する私に酔っ払いが因縁をつけ始めました。特に意味のない話をぐじぐじされたように記憶していますが、こういう場合、店員は立場上、はいとうなずき続ける以外何もできません。そしたら声が小さいんだよと繰り返し始めたので、仕方なく大声で、はいと答えてあげたところ、てめえ何大声出しとんじゃ、健康売っとんのか、こら、表出ろや。と言ったと。私はこの時点で電話の呼気を取り、110番通報しました。表出ろやというのはドキュンのスラングで、今から暴力を振るう宣言です。業務妨害から脅迫に切り替わったのです。なるほど。この人、あれだな。恐怖で混乱しながら何度もボタンを押し直して、落とし直しても通音が鳴って、繋がらなかったのを覚えています。やっと繋がったのはいいですが、なんと酔っ払いの方も、警察なんかよ、来ても何の役にも立たへんわ。俺も呼んだろかと、自らの携帯で110番通報し始めました。一度警察の厄介になりながら、意に介さず来店し続けるストーカー行動、表出ろやの脅迫、そして警察は助けにならないとの嘲笑。恐怖と無力感がピークに達し、頭の中でダメージを与えてでも追い払わねば、必ずまた来て何かされる。という結論が出ました。瞬時の思考でしたが、間違っているでしょうか。冒頭で述べたとっさの行動は、十数秒で終わります。まず手頃なものを見渡しました。取っ手付きの空の廃油缶が目につきました。カウンターから出るスイングドアは、普段から何百回と出入りしてきましたが、その時は一回押そうとしてガンとつまずきました。すぐに引いて、あ、そういうことか。すぐに引いて売り場側に出、5歩くらい歩いたと思います。被害者の人影あたりをめがけて、廃油缶を斜めに振り下ろしました。イメージとしては二の腕くらいの高さのつもりでした。はあ、ははあ、インパクトの瞬間、視覚的な記憶は全くありません。相方の店員が、〇〇さんやったらあかんと叫ぶのを聞いた記憶だけが残っています。被害者はびくともせず睨み合ったまま罵り合いに。私は攻撃の気配が見えるたび動くなと制止し続けました。この時被害者の口の中は血だらけ、左顔面が腫れ上がっていたので、おそらく缶は左顔面に当たっていたんだと思います。缶も側面ではなく、底板が潰れていたので、後から思うと死亡もありえました。なるほどね。
そこ版が潰れていた。だから、まあ、まあ、いわゆる、そこで殴ったってことね。到着した警官からは、私からの通報で駆けつけたらしく、一旦被害者の方を取り押さえにかかったので、私が傷害で逮捕ということになると思います。と警官に伝え、取り押さえをやめさせました。は？ああ。なるほどね。もうこの時にもう悟っていたってことか。自分が被害者になるんだってことを悟り、自分が傷害で逮捕するということになると思いますって警官に、もういわゆる白状しちゃったんだ。もう諦めて言っちゃったんだ。被害者は外。私は店内でそれぞれ事情を説明。私は細かいことを聞く前に一旦防犯映像を確認してくださいと。映像を見た刑事、巡査、鑑識から以後を同音に、威嚇や、なんとか喝、恐喝は合法。反撃は違法。全面的にあなたが悪いと言われました。まあな。しょうがないな、それも。また、反撃する権利は、一発攻撃を受けてから生じるが、あなたは先制したから悪意、悪質。相手の体の向きを確認すると、背後から攻撃したのも悪質と。なんか、ねえ、まあな、まあ確かに結果だけ見れば確かにそういうことになるわな。結果だけ見れば、だって障害を負わせといて、ね、相手は別に威嚇しただけでしょ？ってことで、結果はまあ、こういうことですっていうことで、ね、それはしょうがないでしょうねっていうことになるんだと思うんですよ。まあでもね、まあひどい話ですけどね、これもね。また別のニュースいきますが。バカッターの、餃子の王将で全裸撮影がついに逮捕。やったー。ね。餃子の王将で来店客がカウンターで、裸で座るなどとした問題で、はい。公然わいせつ。威力業務妨害。で、客だった風俗店経営。なんちゃらかんちゃら容疑者、39歳と38歳の2人を逮捕した。バカだな、こいつら。
体育祭に超高校級の選手が出場した結果をご覧ください。インターネットの動画サイトで、とある高校の体育祭で行われた800メートルリレーの模様を収めた動画が話題となっています。場面は体育祭のプログラムの中でも特に盛り上がる男子組対抗リレー3年生最終第5組の第1走者5人がスタート。あと1人バトンを落とした。大きく差をつけられ、そのまま最下位で、第2走者へバトンタッチ。早い早いぞこの男。バトンを受けた直後に、1人抜いた。第1コーナーで2人目抜いた。続いて向こう正面で3人目も抜いた。さらに加速して第3コーナーに差し掛かったところで4人目も抜いた。わずか200メートル足らずの間に、4人全員ごぼう抜きだ。最後は軽く流して悠々のトップで第3走者バトンタッチ。一体この男は何者なんだ。興奮のあまり文章が思わず鬱陶しい実況風になってしまうほどぶっちぎりの速さを見せ続けているこの高校生の正体は、これなんて読むの？キリュウ？ごめん、読めない。キリュウって読むの？これキリ、生、吉祥寺の吉、ちゃう、常時かな、あれ。まあいいわ。京都、洛南高校の3年生で100メーターを10秒01という日本歴代2位の記録保持者であり、日本人で初めて10秒の壁を破ることを期待されている今日本で最も速い男です。だって100メーター10秒01って、気違いじゃないのか。ということで、この動画を見まーす。この動画を見まーす。100メーターって、僕、ちょっと待ってね。100メーターでしょ？100メーターって俺多分17秒台なんですけど。早くても16秒台ですよね。普通に考えて。いや、早くてもじゃない。絶対俺17秒台か18秒だ。間違いない。うん。俺の2倍近く早い。3年生最終第2組がスタートしました。第2組には10組、2組、8組、3組、9組が出場しています。この組には桐生くんが出場しています。何これ、鬼畜すぎる。ちょっとおかしくね、これ。またまた、もう一回もう一回こう言って、こいつらが手抜いてるとは思えんし、はい、渡した。こいつだよな。こいつがぐわーっと来て、はい、抜いた。抜いた。
だって、これだって、普通にさ、動画で見てもさ、あれだぜ。これあれだわ。多分、最低でも 1.5 倍以上の速度で走ってる。多分、俺からすると 1.、ね、7倍ぐらいのね、他の選手がね、速く走ってるから、勝ち目ないです。ということです。ね。シートですね。やっぱこういう人は多分、ね。モテモテなんだろうね、多分。結局のところ。セックスしまくりなんでしょうね、多分。モンスターハンター4の、このクレクレ中の撃退方法が巧妙すぎっていうタイトルで。ですね。クレクレ中の、人が、さっきのギルクへ分けてと、まあ、クレクレって言ってきちゃうわけですね。そして、撃退する人はですね、すれ違いでいいですかと言います。そしてそのクレクレ中、OK と言います。では送るので、DS 閉じてください。その直後、そのクレクレ中が、退出しました。シャオラーシャオラーって喜んでますね、この人。ですね、これはですね、DS を閉じると、スリープ機能が発動します。まあ、普通、まあ、DS、3DS ですね、うん。そうですよね。スリープ機能が発動しまして、ネット接続が切れます。もう最後、シャオラーって言うのはすごい面白い。まさか、島村店員を土下座させた様子を撮影してツイッターに投稿した女性逮捕だって。やった、ざまみろ。北海道警は7日、商品が不良品だと訴え、衣料品店の、店員に自宅に来て謝罪するよう約束させたとして、強要容疑で介護職員の女、こいつ介護職員かよ。バカじゃねえ、43歳を逮捕したって。店内で店員に土下座をさせ、携帯電話のカメラで撮影したという。これかなり、炎上してましたね。なんだっけ。2ちゃんでね、もう全部特定されてるらしいですね。住所、顔、その子の子供、勤務先とか、ね、もう全部なんか特定されて、もう公開されてたらしいね。
なんか、騎乗版っていう、ところで、2ちゃんの、騎乗がね、全部特定したらしいよ。介護職員の女？これかなり有名ですけどもね。介護職員の女、過去43歳。がですよ。土下座ですよ。させてるんですよ。それを、写メパチッと取るんですよ。気違いじゃないの？これ。こいつ。介護職員だろ？お前ちょっと、お前介護に向いてないぞ。どう考えても。介護職員って、ちょっとおかしいよな。ツイッターで絡んできたドッキュンが意外と話せばわかるやつと話題に。ですね。もう見た目の、がドッキュンなんですよ。ツイッターの画面、サムネが。なんやねん、このツイート。リツイート、かっこ笑い。お前らアニメオタクが生きがんな。どうせ、学校の休み時間に教室で読書してる。陰キャやろ。なんだ陰キャって。こんなネットワークで生きんな。直接言うてこい、カス。そしてそのやつに対して。休み時間に読書している人がアニメオタクであると決めつけられる根拠を教えてください。と、返信したら。その返答が。それはそうやな。しょぼーん。めっちゃ素直。もう見た目超ドギュンなのに。それはそうやな。え、やった！セクシー女優、浅見ゆまさんが、抗がん剤治療終了を、腰痛で報告、元気そうでよかった。あららららららら。皆さん、こんにちは。浅見ゆまです。おい、めっちゃ。突然ですが、この場をお借りして、皆様にお伝えしたいことがあります。私は、2月に卵巣境界悪性腫瘍という病気が見つかり、今現在約半年間にわたる予定されていた治療を終えたところです。卵巣と子宮の全摘出手術を行い、腸にも浸潤があったため6回の抗がん剤治療を受けました。治療中
何度もくじけそうになったり、不安に押しつぶされそうな時もありましたが、家族や友人、仲間、仕事で出会った方々、そして何度も皆様の支えが心から励みになり、無事に治療を終えることができました。本当に感謝しています。現状についてなんですが、特に体に不調もなく、定期的に病院に検査に行っています。このまま何もなく5年間過ごすことができたら、という形になります。私の腫瘍自体、良性と悪性の中間のようなものなので、比較的予後も良好と言われていることもあるので、私自身何事もなく過ごせると思っています。そっかそっか。これからの活動についてなんですが、体も心も私は元気なので、少しずつになるかもしれないんですけど、病院の先生や自分の体調と相談をしながら、第二の朝ユイマとして、いろんな活動に挑戦していきたいなと思っています。皆様、これからも応援よろしくお願いします。おお、よかったじゃん。最後まで動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。朝ユイマでした。おー、よかったじゃん。いや、心配だったな、ほんと。あさみうま。あさみうまさん。ね、AV 女優で、一番大好きな人だったんですが、ね、まあ、子宮全摘ということで、まあ、今後は、まあ、女優として、ね、頑張っていただきたい。というのも、あれなんですけども、とりあえず、まあ、5年間、ね、何もなければ完治ということになりますって書いてあるけど、そこだな。うん。とりあえず完治だな。うん、まあ、このまま何もないことを願いますけどもね。これは良かったわ。ちょっと、リツっとこ。リツっとこじゃねえや。リップっとこ。良かったわ。これは良かったよ、本当に。ちょっと痩せてるけどね。ちょっと、頬のあたりがちょっと痩せてる。まあ、仕方ないのかな、やっぱな。まあ、よかった、よかった。は？銀杏は食べすぎると危険な中毒症状になって。マジかよ。銀杏俺好きだけどね。銀杏を食べすぎると嘔吐や下痢、痙攣などの症状だって。ああ。銀杏美味しいですよね。うん。どうでもいいけど。ああ、これやってたな。石鹸をレンジでチンすると、ボワボワーっとなる。これあれですね。ちっちゃくなった石鹸を、大きくするのに、なんか、伊藤家でやってたの。昔。伊藤家の食卓でこれやってたけどね。
ちっちゃくなった石鹸をちょっとでかくする裏技みたいなので、使いやすくするみたいな。やってた。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけどね。浅見ゆまさん、よかったです。ね。うん。まあ、桜塚やっくんはね、ちょっとね、まあ残念でしたけども。うん。まあ、こういう悲しいこともあれば、まあ、嬉しいこともあるという。まあ、日に日にね、やっぱり、なかなか人生というのは、うん、波乱万丈だな、ということを思い知らされますね。うん。まあ、うん。浅見ゆまさんは、ね、体調十分気をつけて、とりあえず5年間、完治を目指して、その他、全く考えないで、ね、いいです。いいですから、とりあえず完治を目指してもらいたいところです。ちょっとね、いろいろ、なんか、ぐだぐだだったんですけども。ウォッカトニック。ですが、ウォッカトニック、まあ、四つ星ですね。うん。少なくともズブロッカのトニックは美味しいですね。これは。うん。まあ、その他の、俺が前飲んだ、まだ残ってるんですけど。アブソルトウォッカとか。だとやっぱり味が違うんだとは思うんですけども。まあ、とりあえず、ね。こちらの方だと四つ星ということで。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。